って、きっと何かのご縁があってお会いできたんだと思います。あの、私田村まさかって申します。偽物です。実はね、音楽家でね、私は、網走で暮らしてるんですね。あの、まあ、そっくりさんなんかもやってる関係で、いろんなイベントに呼ばれてね、全国各地行っておったんですよ。東京、大阪、九州ね、テレビでもちょろっと出てた、ね、さあこれから面白くなるなっていう時にコロナになってしまいましたね。コロナになって、出かけることもなくなって、ね、ところがね、良かったと思うのは、この業界みんな仕事がなくなっちゃったんだけど、私はね、教室もあったし、ここのホテルではね、お客様は少ないけども、ここのロビーコンサートができたわけですよね。だから少しずつお客様にお会いできて、それはすごく恵まれたことだなと思って。それで今の時代ね、一番無理がないのはインターネットのその YouTube で見てもらうね。お客様に田村まさかを覚えていただいて、 YouTube で時々応援していただく、そういうのがまあ一番いいんじゃないかなと思いましてね。そういうふうに、あ、ようこそね、きっと何かご縁があったんでしょう。田村まさかって言うんです。ああ、そうですね、よく言われるんです。本人より似てるね。そんなことないんでね。まあそういうわけでね、そう、ここでロビーコンサートを、やります。まあ、予定は8時からだから、しばらくね、ピアノで、サービスしておきます。いい音楽を聴くと、ね、生の、特に生の演奏を聴くとね、私たちの心が穏やかになってね、だからね、自律神経も整って、もう免疫もしっかり働きますからね、きっとですね、私のコンサートを聴いたお客様はね、コロナのウイルスかかっちゃったってね、鼻水ぐらいで終わります。さあ行きます。とりあえずピアノ弾いてみますね。ピアノが2つあるなんてなかなかないでしょ。こういい場所なんですよ。ある農家の方がビニールハウスでモーツァルトをかけておってね、そしたらトマトが随分元気に育ったね。だから私らもね、モーツァルトなんか聞いたりするとね、グググッとね、自律神経のバランスが整って、いろんなことが元気になります。血圧が不安な方ね、そんなのも整ってきたりしますね。そういうわけで一曲モーツァルトやっておきます。ケッヘル311の2楽章。311っていうのが番号がいいんですよね。忘れちゃいけない、東北の震災の記念の日付と同じですもんね。とてもいい曲ですよ。Thank you.
ございます。ありがとうございます。どうも。いや、こんなに早くから来てくれてありがとうございますね。今モーツァルトやったんですよ。モーツァルトはいいんですよ。なんですかね、音楽を聴いたら大体、気持ちが穏やかになってね、前向きに、生きていけるようになると思うんです。まあ、そんな風にね、考えてもらったら、2倍ぐらい楽しめるかなと思います。さて、田村正和と言います。覚えておいてください。あ、よかったね。どうぞ。エッセキバダイと言います。エッセキ。まあ、楽しんでいてください。8時45分ぐらいまでやりますからね。さて、今モーツァルトだったでしょ。だけどね、モーツァルトだけじゃないんですよ。心当たりある曲ね、例えばこんなんでもいいと思いますよ。美空ひばりさんがね、まあ、ヒット曲たくさんありますけども、こんなの。ピアノが2つあるホテルなんかもなかなかないですよね。私は先ほど申し上げましたように網走で暮らしてます、ね。ここのホテルはね、幸いなことに私の自宅から車で7分21秒で着きます。よかったなと思います、本当にね。そういうわけで、ピアノの名曲、3曲ぐらいできるかな。シューマンのトロイメライあるじゃないですか、ね、とても綺麗な曲です。やってみたいと思います。Thank you.
先ほども申し上げましたようにね、ここでコンサートをやるのはデモンストレーションですよね、まあ、コマーシャルみたいなものです。あの田村正子を覚えていただいて、田村正子覚えやすいでしょ、ね、で田村正子何だろうなということで、インターネットで検索したらこんなことになります、ね、田村正子で検索したらですね、田村正和さん、田村正和さん、ね、その後にちょろっと田村正和と出てくるんです、ね、あの田村正和さんは知ってる、ね、だけど田村正和の方入っていったら YouTube ってあるでしょ、 YouTubeね、YouTube で応援してほしいなと思ってるんですよ、ね、そういうことで、お付き合いください。8時45分くらいまでやります。さて、大きなピアノ、この大きなピアノあと2曲やって、ちっちゃいピアノもやっていきたいと思いますよ、有名な曲です。パッヘルベルのカノ、
ちっちゃい子供たちがね、ピアノの発表会で弾くぐらいの有名な曲なんだけど、今日やったのはアレンジがかっこよかったでしょ。これね、アメリカのジョージ・ウィンストンっていうね、男性ピアニストのスタイルをね、ちょっと、真似してみましたね。さて、グランドピアノ、あと1曲、ピアノの曲で一番その知られてる曲って何だろうなって考えてね、まあ、いっぱいありますけども、ショパンのノクターンの 9-2 がいいんじゃないかなということで、あと1曲グランドピアノやって、ちっちゃいピアノもやっていきたいと思います。それでは。YouTube って広がっています。今はね、コロナの影響でコンサートするのもやっぱりまだまだ無理があるような気がするんですよね。ですからお客様の気ままなタイミングで、YouTube で田村正子を見て応援していただければ嬉しいかなという、そのためのコンサートです。さて、ピアノもね、いいなと思えた方は、これね、音楽ってね、やっぱり心の栄養になるような気がするんですよね。いいなと思えた方、これ思えた方に限るんです。
あ、なんじゃこれと思った方は薬にならないいいのできてるんですよね、だからね、まあ、いいなと思えた方はね、私たちが一番このコントロール不可能な自律神経が整う、ね、血圧が不安な方、うん、穏やかな気持ちになったら血圧が整います。そしてコロナの影響で一番大事なのが免疫の作用ですよね。免疫がしっかり働く、あ、一石やっと一件埋まりました、ありがとうございます。田村と申します、覚えておいてくださいね、ありがとうございました、ね、そういうわけで、音楽をね、それ楽しんでください。8時45分ぐらいまで、まあ、こうやってダラダラしゃべりながらやっておりますんでね。さてピアノ、私ね、ピアノが好きで、ちょっと弾かせていただきましたけど、まあ、あとピアノ好きな方は YouTube にいっぱい上げてますからね、ご覧ください。それで、私がプロになれたのはピアノじゃなかったんです。ピアノはね、非常に競争の激しい世界でね、まあ、私がピアノでもしやろうとしたらあと50年ぐらい頑張らなきゃいけない、そんな感じですよね。そうそう、だいたいピアノで、ピアノでご飯食べようと思ったら100年ぐらい練習しなきゃいけない、ね、できたら150年ぐらい練習すればOK です、ね、150年難しい楽器です、さて、これからやるのはね15年ぐらい、ね、ありがとうございます。15年ぐらい前にね、いや嬉しいな、これオカリナに出会ったんですよ。これは簡単でいいです。簡単な楽器、吹いたら音が出る指だけ練習したらいいね。で、私はね、最初遊び半分でやってたんですけど、ところがところがこれでね、例えばふるさとってあるでしょ、ふるさと吹いてあげただけでね、涙流して聴いてくれるお客さんがいたり、うわこれ何なんだろうと思ってね、それからこれがメインになりました、ね。もう一つ強調しておきます、このピアノ今買おうとしたら250万円します。結構高いですね。このちっちゃいやつでさえ130万円します、ね。私が普段使ってるこのオカリナ、笑わないでくださいね、8000円です土産物コーナーに売ってそうな感じですよね。まあ、そんな感じの楽器なんだけど、これが侮れないの、本当に楽しめると思います。さて、いきますよ。さて、それでね、宗次郎さんが活躍してくれたおかげで、みんなオカリナは知ってます。ね、だけどね、なそうそうそう、そういえばね、このコンサートもね、10年ぐらいやってるんだけど、オカリナだとね、私オカリナやってるんだよっていう人が結構いらっしゃる、この中にもいらっしゃると思います。いい刺激を受けて、またこれからもどんどん吹いて、みんなを楽しませてあげてください、さて、このちっちゃいピアノ、ね、私オカリナをもちろん生で演奏します、ね、このちっちゃいピアノも生で演奏いたします、ね、手品じゃないんです、ね、こんなことをしたいと思います。やっぱりね、なんといっても生の音でお届けするのがいいです。私です。ね、いいでしょう。ここに座ります。ね、まあ、ちょっと薄っぺらいですけどね、まあ、優しい気持ちで言うみたいな、ね。さあ、もう勘のいい方は、ね、ご想像できると思いますけども、自動演奏機能がついてるね。あらかじめね、私が伴奏を弾いてるわけ。弾いて記録してる。鍵盤の動き、ペダルの動きがこれで再現されるんです。生の音なんです。これはね、私たちの心にきっと何らかいい影響に当たる、届けられると思いますよ。さて、鍵盤の動きなんかも楽しんでくださいね、ようこそ北海道へ。これから行きましょう、北の国から。Thank you.
でもです、あの別席空いてますからね、お客様、ね、今日特別にタダですねいつもタダなんですけどねさあさて、これで安心ですね。あの、北の国から田中邦衛さんがね、もう亡くなられて2年になるのかな、富良野の方でね、田中邦衛さんの功績をたたえて記念の日を立てたそうですね、時間があったら寄ってみてください。でさて、お金の音色、それからピアノ、このピアちっちゃいピアノもね、優しい音がするんですよ。本当に、この音色で楽しんで、穏やかな気持ちになっていただければと思います。さて次もね、北海道の歌をいきます。これね、今だからもう強調したい、いつもやってるんだけど、今だから特にやりたい、知床旅情。何かって言ったらですね、知床観光船が事故を起こして、まだ12名の方が帰ってこない、もうずっと帰ってこないと思いますけどもね、あの地元の人間としてね、それを言っておきます。 あそこにはね、4社運航しております。4社、ね、1社だけが、ね、あの経営者だけがちょっとインチキだったんですよね。他の会社はちゃんとやってますから、お客様ぜひ、ね、時間があったら、知床観光船、ね、乗ってあげて、応援してあげてください。ねまあ、そういうわけで気持ちも新たに、知床旅情、オカリナでやってみたいと思います。知らない方が多かったんですね、ここは網走です。海の町です。網走からあの海岸線を北の方にグググググッと車で2時間ほど走ります、ね、2時間ぐらい走りましたら紋別という、ね、紋別はまあ空港もありますからお客様よく知ってると思うんですけど、紋別まで行かれたら内陸に目を向けていく、ね、そしたらですね、昔々金が取れました鴻舞鉱山のまあ廃墟もあるわけですね、廃屋、廃屋じゃない、廃墟ってなってるんですよ ね、まあ金が取れたわけですから、ずいぶんにぎわったわけですよね。で、そこの、情景を覚えてた人がいる。作曲家の宮川博さんが子供の頃、ね、子供の頃ね、おじいちゃんが、まあ、鉱山の技師だったということでね、鉱の前に赴任してた、ね、鉱物を運ぶ線路が雪がかぶって、ね、
銀色の道として見えたんですね。でさあ思い出す、大人しかわからない話ですけど、昔ねダークダックスが歌ってヒットさせました銀色の道、これはねモンデスの歌だったんですよね。さてオカリナでやるとまた、素敵なんです。聴いてみてください。まあね、オカリナはね、その簡単な、あとでね、ちょっとお楽しみ、土産話にね、1分で分かるオカリナ講座、ね、めちゃくちゃ簡単なんですよ、ね、やったらいいと思いますよ、そういうわけでやっていきたいと思います。さて、次は何しようかな、これいきます。数年前に朝のドラマで取り上げられた作曲家、ね、古関裕而さん、私ね、年代がちょっと違った関係で、お名前知らなかったんです、そしてね、ところがね、作品を聞いてみたらみんな聞いたことがあるわけですよね。あちこちでかかってるんでしょうね、きっとね、そういうわけでその中で、これ一番、ね、多くの方に元気をお配りすることができる曲だなと思いました。高原列車はよく、やってみたいと思います。あった、あった、
年末の話ですけどね、年末にね、あの紅白歌合戦ってありますけどもね、まあ、だんだんあの見る人も少なくなってるみたいなんですけど、直前になってある大御所が、ね、出場を辞退したってことがありますよね。さあ、私らから言えばね、あの、まあ、大人の方は分かると思うんですけど、聖子ちゃんだったんだけど、聖子ちゃんもね、頑張って大人になりました。聖子ちゃんって言ったら失礼だよね。聖子さんね、松田聖子さんね。まあ、事情をね、考えると、まあね、さすがにあまりありますけどもね、聖子さんもね、また活動を始めたみたいです。このままじゃいけないって言ってね、まあ、松田聖子さんの、ヒット曲はたくさんありますけどね、こんなのいかがでしょうか。瑠璃色の地球。これでね、またピアノでやるとまたいいんですよ、これね。はい、行きましょう。尺八、みんなこの持ち方ですよ ね。ここまで分かったらもう8割方できてるんですよ。いいでしょ。じゃあどういうことかって言ったら、じゃあドレミファソラシドは表の指を順番に離してみてください。スノーのもんでしょ。
ね、あの、まあ、めちゃくちゃ簡単なんですよ、ね、だから、高弦でしたけどソーソファソラソファはシャープになってるけどもちろんシャープもフラットも出るんだこれ、ね、めちゃくちゃ簡単ですからやってみたらいいです、ね、そういうわけで1分で分かるオカリナコーダでした。いいでしょ。、ね、はい、それでね、これやってみたいなと思うんですけど、こんな曲もできるんです、中島みゆきさんのヒット曲糸でもやってみましょうかね。これも名曲ですね。糸ありました。宣伝のコンサートなんですけどね、このピアノ、私が弾いてるんですよ、途中から来られてるんだね。私たちがよく知ってるのはね、劇団ひとり。劇団ひとりさんはテレビによく出てますから、よくわかる。田村正和は楽団ひとり。いいでしょ、うまいこと言ったでしょ。これ私が言ったんじゃないですか、ここに来たお客さんが言ってくれた。あ、それ使わせていただきます。ね、そういうことですね。田村正和賞、だんだんもう時間がなくなってきてるんですけども、オカルトやってる方、がね、抱えてるもんで、ね、永遠のテーマ、ね、低い音が出にくい、高い音が出にくい、ね、それから音程がなんか定まらない。そこはね、結局ね、まあ、オカリナってとても残念な楽器でね、安いのはいいんだけども、調律が
ちゃんとされてないケースがめちゃくちゃ多いです。私もね、何個か買ったんだけど、まあ私はもうピアノも調律しますからね、オカリナも調律して使ってるんです。じゃあこれを分けてあげようということでね、あの1個8000円で白い箱、これはね、まあ、買ってくれっていうんじゃなくて、もし困ってる方がいたら、私は 440Hz で、チューニングしてます。だから安心して、ピアノや、ね、いろんな楽器と合わせることができますよ。ね、そういうことで、お分けしています。1個8000円です。お土産です、ね。さて、オカリナをやってる方がね、時々リクエスト、くれるって言ったら、やっぱこれなんです。コンドルは飛んでいく、聞いてください。これが名曲ですよね。イメージで思ってた。で調べてみたらね、オカリナはね、イタリアで生まれたんだよね。イタリアとアンデスって随分遠いですよね。昔陸続きだった頃に誰か持っていたかもしれないね。ね、オカリーナっていう名前らしいですけどね。オカリーナ、可愛らしいですよね。まあいいですけど。さてさて、今日はね、きっと何かのご縁があってこうやって来てくれたんですよ、お客様。田村まさかを覚えてくれてね、そして YouTube 見て応援してね。それで、ね、帰ったらね、お友達ね、お友達で言うんですよ。ね、あなた田村まさか知ってますか、ね、聞いてみてくれ。知らんって言いますから、ね、知らんって言った時に、あなた田村まさか知らねえのそしたらね、友達はね、心配になる。ピコ太郎さん出てきた時そうだったよね。ピコ太郎、
何それ。今みんな知ってますけどね、彼ももう出世しちゃいますね、坂田大魔王ね。ね、まあ、最近また出番が少なくなってますけどね。まあいいですけど、まあ田村正がそういう格好で YouTube で応援していただければ嬉しいです。さて、ここから残った時間はね、僭越なんですけども、恐縮なんですけども、私の宣伝です、コマーシャルです ね, ね。ああそうっていうぐらいで聞いてくれたらいいです。私ね、音楽家なんですよ、ね、アルバムが10枚出てる。これアルバム10枚出てるったらね、音楽家としてはそこそこ大したもんなんです。本当にね、自分で言うしかないんですけどもね。それでね、そのうちの5枚がオリジナル曲、知らなかったでしょ、ね、全然ヒットしてないんです、そういうわけでね、2曲ほど紹介させてください。オリジナル曲、最初はね、あのベーシックシーンっていう、まあ、私の音楽の原風景っていうのは途中で気がついた、ね、ショパンでもモーツァルトでもないですね、ばあちゃんが、ね、祖母が歌ってくれた唱歌とかね、まあ、子守唄とか、そこら辺のシンプルな音楽だったんだなっていうことが気がつきました。そういうわけで、ベーシックシーンの中から、おぼろという曲をまず聴いてください。YouTube にあげますからね、ゆっくり探して見ておいてくださいね。さて、最後の曲になります。夏の終わりのセレナーデ、聴いて、締めくくりたいと思います。今日は本当にね、来てくれてありがとうございますね。きっと皆様にね、いい影響がありますようにね。夏の終わりのセレナーデ。Thank you.
とうございました。お時間になりました。田村正和はこれで終わりますけれどもね、YouTube 見て、それでね、チャンネル登録ってやってくれると嬉しいんです。私もひょっとしたら YouTuber になれるかもしれません。最近の子供たちのね、憧れの職業はね、野球選手っていうよりもね、YouTuber なんでね、私もね、遅ればせながら頑張りたいと思います。チャンネル登録。ね、まあ、以上よろしくお願いします。今日はね、ちゃんと聞いてくれて本当にありがとう。お客様にね、絶対いい影響があると思います、ね、さあ、それではまたお会いしましょう。田村まさかでした。ありがとうございました。